ビリー・ジョー・アームストロングは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身、パンクロックバンド、グリーンデーのボーカリスト、ギタリスト。1972年2月17日、アメリカカリフォルニア州オークランドに6人兄弟の末っ子として生まれる。父・アンディは、ジャズミュージシャン兼、トラックドライバー。母は、レストランのウェイトレスであった。ビリーは5歳の頃、 小学校の先生の勧めで歌を始め、病院に行き、患者のために歌ったりしていた。Look for Love という曲を地元レーベルでレコーディングしている。11歳の時、父からブルーと名付けられた、まさしく青色のストラトキャスターをもらう。1983年9月10日、ビリーが11歳の時に、父が食道癌で亡くなる。母は6人の子供を養うため、 ウェイトレスの仕事を続ける。12歳になり、ビリーは地元のミドルスクールに進学。そこでマイク・ダーントと,と出会う。10代の頃のビリーは他の同世代と同じくメタルやハードロックを好んで聴いていたが、14から15歳の頃にセックスピストルズのホリデー・イン・ザ・サンを聴いていこうパンクに傾倒していくこととなり、ハスカード、リプレイスメンツ、ラモーンズなどのバンドに影響を受ける。 やがて地元の高校へと進学するが、1990年2月の18歳の誕生日を目前に、音楽の道を志し、退学。マイクと共に、グリーンデー前進のバンドとなる、スイートチルドレンを結成。家出をし、共に自活するようになる。その後、地元のレーベルのルックアウトレコーズから CD を出す、ことになった。ビリーとマイクは、デモテープを手に社長と会う。その時社長は、 どこのガキかもわからない彼らをそう簡単には受け入れなかった。すると社長に会社から200マイル離れた田舎の小屋で夜にオーディションするからやる気があるなら来なさい。と言われた。当時17歳だった二人はそれを信じてその小屋へ行った。しかし小屋には鍵がかかっておりさらに雨も降っていた。仕方なく二人は鍵をぶち壊して中に入り社長が驚くと思い二人は 発電機を盗んできた。音は出せる状態だが照明がないので近所のガキ12人を集めて、ろうそくを持たせた。そこに社長が現れ二人を見ると、まんまと騙したつもりだったのに逆に驚かされ、見事契約することができたという。だが、2011年12月にルックアウトレイコーズは廃業してしまう。2003年1月飲酒運転で警察に捕まっている。スピード違反で捕まり、 その時、吸気アルコール度数がカルフォルニア州基準の0.08%を超える0.18%であった。2012年9月21日にラスベガスで開催されたアイハートラジオミュージックフェスティバルに出演。しかし、バスケットケースの演奏中に残り1分と表示されたモニターを見たビリーは残り1部、1部ふざけるな。1分だって。俺は クソジャスティン・ウィーバーじゃないんだ。クソ野郎とを飛ぶ打ち切れ、1分がどんなものか見せてやるよと、放ち、ステージにギターを何度も叩きつけ壊し、観客を騒然とさせた。その2日後の23日、薬物乱用の治療のためリハビリ施設に入院する、ことをスポークスマンが発表した。バンドのオフィシャルサイトでは、グリーンデーは、ラスベガスでのアイハートラジオミュージックフェスティバルで、 不愉快な思いをした人全員に謝罪しますと、声明文が公開され、ビリーが入院するため、予定されていたプロモーションイベントをいくつかキャンセル、延期すると発表された。過激発言も繰り返しており、韓国の歌手、サイに対して、こいつは音楽界のヘルペスだ。一度はいなくなったと思ったら、また戻ってきやがると非難した。また、 ギブソンからレスポールジュニアのシグネーチャーモデルが発売されている。ありがとうございます。